はい、どうもこんにちは。沖縄の鈴木です。はい、実はこの前に一曲やってたんだけど、練習対局ね、録画できておりませんでした。録画を押すのを忘れていたと。というわけで、今回も練習対局、プレイヤーバスシビュー、もう一回やってきます。もう一回。10球でやったんだ。はい、では、いきます。とにかくね、昨日教わったのが、7八金と上がって角の前の子を守るってことなので、ちょっとそこを意識して、7八金先にやっとこう。先手7八金、後手3四歩で、こうやって黒先にあっちだし、後手4二飛車動くんじゃないの。先手2五歩大丈夫か。後手3三銀。この戦法何？3八銀、後手6二銀、先手2七銀、後手9四、先手3歩。どういう動きをしてくるっけ。後手9五歩、先手2六銀。次は後手3二銀、はい、先手3五歩、後手4四銀。はい、先手3四歩、後手4五銀。先手3五銀、後手8四歩。どうすればいいの。先手2四歩、後手8五歩。で、金が23多分これを取るよ。あ、取らなかった。55角。え、先手32と金。え、この角が飛車取りに来るかなと思ったんだけど、はてさて、どういうことだ。はい、先手21飛車なる。後手19角なる。絶対そくるよな。で、次にこの桂馬取られて、先手11竜、後手29馬。どうしましょうか。どうしよう。金銀邪魔。先手3七桂馬、後手4七馬。先手4五桂馬、後手2一歩。この歩を取っておくべきか。あ、取っておかないと邪魔。先手同じく龍、後手4六桂馬。先手4一銀、後手5一玉。これで、あら、はい、終わった。対局を終了します。え、終わった。はいはいはい。なんかそろそろレーティング戦移ってもいいかな。結構スムーズに終わっちゃった。はい。というわけで、まあ今回はこんなところで一旦終わります。っていうか、5分も経ってないんだけど、終わっちゃいました。はい。というわけで、まあよろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。お疲れ様でした。